はい、ただいま天理の市役所やってきております。一応街路樹撮影許可いただいてんで構いませんということで、はい、街路樹撮りましょう。街路樹がものすごいんでね、去年一昨年ぐらいからかな、何度も撮ってるんやけどね、車から撮ってるんで今日は歩いてね、街路樹ちょっと歩いてみましょう。どっちがいいかね、これ右左左行ってみようか、先に。おお、左がちょうどね、天理市役所になるんですよ。ちょっと逆光でちょっといかんな、これ。まあ天理にはゴミ一つないからね、いつ来ても思うんやけど、もしゴミがあったらちょっと、探してみましょう、ゴミをね。まあないやろうけど、逆光やから反対側の方がええな、これ。いや、そこ169号線、169号線やね。ほんでまっすぐは20号線か。そういう感じですね。どっちからがいいかね、これ。あら、これも天理市役所かね、これ。ここからちょうどね、光が、あ、これいいね、これいいわ。じゃあどうしよう、渡られへんか、こっちやるか。はい、河原城、これね、もうちょうど最高でいい時やね、今日は。これ一回歩いてみた、見たかったよね、何年か。何十年前かね。今から、昭和の時代やったな。昭和の50、ぐらいね、奈良と京都とね、なんか担当したことあるんだけどね、メーカーで。その時もね、それ以前もいろいろ来てたんだけど、この並木はその時から分かってました。すごい並木でね。いや、綺麗ですわ。これもうちょっと東上がった方がね、あのトンネル綺麗だけどね。天理教本部に左に見えるところ辺がまでがね、確か動いんだろうけどね。左にも川があるんですよ。この川何時川やったかね。これ。これはちょっと分からない。分かりましょうかね、これはね。おお、綺麗やね、思ったよりもね。はい。車であっという間だけどね、歩いたらだいぶあるね、これ。あの車で行くも、あのイメージが全然違うんだけどね、どこ行ったのイメージは。すごい建物やね、これ。いや、すごい。真っ赤だてね、1、2、3、4、5、確かだてか。ほんまにゴミが落ちてないね。感心するぐらい。あ、ここやな。ここです、ここ。ここからがつなぎでございます。もう1週間もするとね、落ち葉がまた綺麗なんですね、黄金色の。これ春もね、みんな歩いてありましたけどね、春
カメラぶら下げてね。いやー素晴らしいねこれ。ほら人すごいぞこれ。カメラマンがいっぱいおります。カメラマンが。これ反対側に上がってみようか。いや信号もしとるぞ。信号無視はダメ。信号無視は。わ信号無視なんだよね。こんな感じ。素晴らしいねこれ。これ。こんな感じ。ちょっと石を投げ切ってあるね。枝をね。いやーそうだねこれ。天理教本部取っちゃったっけ。本部はね左側やな。はい。天神宮の本部こっちね。これね。もう本部でございます。いやー、随分歩いたね。建物すごいね。歩いてみないと分からんだけど、8月ぐらいのものすごい建物がね。